夫に見捨てられた女。夫を恨み、後妻に対する激しい嫉妬から鬼となってやってきます。陰陽師、安倍晴明に祈祷され、呪いの言葉を残して消え去ります。後場の作り物は、烏帽子を夫に、カツラを後妻に見立てています。その作り物に対する写実的な型、迫力ある歌いと合わさり、見どころになります。夫を呪い殺したい気持ちと、人殺しになりかねない自分の心の醜さを嘆き悲しむ、名もなき女性を主人公にした現代にも通じるテーマだと思います。夫さらを恨めし夫さら恨めし脅し男をとてゆかんと、伏したる枕に立ち寄り見れば。善良の見に来てくれ。